はい。それでは始めていきます。始める前に少しだけ皆さんメッセージがありますね。えっ、ー、と、本講座ですが、ハッシュタグがあります。ライブ人工知能のハッシュタグになります。ぜひ、SNS などでの拡散の方、ご協力いただけると嬉しく思います。あと、本チャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと、私は Twitter アカウントを持っています。ユッキヤズになりますね。 え、こちらの方で最新の情報を発信していますので、え、よろしかったら、え、フォローの方、よろしくお願いします。はい。それでは本編に行きましょう。ライブ人工知能、AI による画像生成を学ぼう。VAE、え、ガン。今回はセクション1になります。それでは、まず最初ということで、イントロダクションの方から始めていきます。 まず最初に私の自己紹介をさせてください。私の名前は東幸まと言います。現在、サイラボ株式会社という会社の代表取締役を務めております。そこで AI 関連の教育と研究開発に従事しております。以前に大学の方では物理学を専攻しておりまして、理学博士の方を持っています。 これまでにユーデミの方で数万人を指導した、数万人を指導してきた経験がありまして、また有名企業で AI 研修などを担当しております。そして著書ですけど、こちらに4つほど示しています。ディープラーニングをゼロから実装する初めてのディープラーニングや、その続編の初めてのディープラーニング2、また機械学習向けの数学を コードと共に解説する新しい数学の教科書。そしてこちらを最近出したばかりの新しい脳科学と人工知能の教科書ですね。この一番新しい本は2021年の1月に出したばかりですね。こちらの本では数式やコードをなるべく使わずに脳科学と人工知能の接点について解説しています。 脳科学もしくは人工知能どちらかに興味ある方は楽しく読める本かと思いますので興味ある方はぜひ手に取ってみてくださいねはいそれではコースの特徴について解説しますまず1つ目の特徴ですけど生成モデルの基礎を学べるという点ですねがんおよび VAE を基礎から丁寧に学びます もう一つの特徴は、えー、Python による実装ですね。えー、Google コラボラトリー,、えー、Google コラボラトリー環境をメインに使用していきます。そして本講座の対象ですが、こちらになります。えー、とまずは GAN や VAE などの生成モデルの仕組み、実装に興味のある方です。 あとは生成モデルを生成モデルを使って何らかの問題を解決したい方も本講座の対象になりますそして本講座はある程度プログラミングにある、えー、ある程度プログラミングに慣れている方が対象になります、えー、Python の基礎についてそれほど詳しい解説は行いませんので、えー、ある程度慣れている方が対象になります、えー、ただあの。 え、Python を学ぶためのノートブックは、あらかじめ配布します。それでは、講座の内容をここで説明しますね。え、今回の講座ですが、全5回、全5回になります。セクション1からセクション5までですね。え、今回はセクション1ですので、生成モデルの概要になります。 今回は数式、今回は数式やコードの方は使わずに概要のみの解説になります。そして次回は実装の準備ですね。そしてセクション3では VAE の実装、セクション4では GAN の実装、セクション5では生成モデルの応用となります。これらの中身に、これらの内容については後ほどさらに詳しく解説します。 はい。それでは今回の内容について説明します。まずは今行っているイントロダクションですね。その次はコースの概要です。コース全体の概要を解説します。その上で生成モデルについて概要を説明します。生成モデルおよびそのベースとなるディープラーニングについて概要のみここで説明します。あとは VAE の概要ですね。 えー、VAE とは何か、えー、どのようなものなのか、ここで説明します。えー、そして、えー、GAN の概要ですね。えー、GAN とは何なのか、えー、どのように実装していくのか、それについて、えー、ここで解説します。そして、最後に Google コラボラトリーの使い方ですね、えー。今回の一連の講座でメインで使用する開発環境は、えー、こちらの Google コラボラトリーになります。 といった内容でセクション1の方を進めていきます。それでは今回と関連する教材を紹介したいと思います。今回皆さんに提供するのはこちらのみですね。Python の基礎を扱うノートブックです。それではちょっと見ていきましょう。 今回の教材ですけど、こちらのイメージジェネレーションというレポジトリに格納していきます。YouTube で見ている方は動画の概要欄にこちらへのリンクありますので、そちらからこちらにたどり着いてくださいね。そして Python Basic というフォルダーがありますね。この中には Python の基礎を解説するノートブックが4つ入っています。 Python Basic 1と2、ランパイと Matplotlib というノートブックが入っていますね。最初のノートブックを開いてみましょう。このようになっています。Python の基礎について解説していますね。そして、こちらの Open in Collab ボタンをクリックすると、Google コラボラトリーが立ち上がります。 立ち上がりましたねそしてセルを実行することでコードを実行して結果を見ることができます。この,セル,のセルに書かれたコードの実行方法については後ほど解説しますね。Python に自信がない方はこれらのノートブックを使ってあらかじめ Python について学んでおいてくださいね。 それでは今回と関連する教材についての説明は以上ですね。次に行きましょう。はい。それではここからはコースの概要について解説します。今回のセクション1は生成モデルの概要ですね。 生成モデルの概要及び開発環境である Google コラボラトリーについて解説します。生成モデルの全体を説明した後に VAE とガンについてそれぞれ概要を解説していきます。次回のセクション2ですけど、ここでは実装の準備を行います。フレームワーク、今回使用するフレームワークである PyTorch の使い方及び必要な数学や関数について学んでいきます。 ここで、えー、VAE やガンの実装に必要な準備を行って,、えー、行っておきます。その上で、えー、セクション3の VAE の実装に進みます。えー、ここでは VAE の原理と実装方法を学びます。えー、VAE は入力を一旦潜在変数という変数に落とし込んだ上で復元する技術なんですけど、えー、その原理について、えー その原理について、要点を押要点を押さえて解説し、さらに実装まで行います。この実装は、先ほどちょっと触れた PyTorch というフレームワークを使って行いますね。そして、セクション4では、ガンの実装を行います。ここで、ガンの原理と実装方法について学びますね。 二、えーつ,えー、つのネットワークが競い合うようにして学習する、えー、ガンについて、えー、なぜ、えー、学習できるのか、そして、どのように実装すればいいのか、それについてここで学んでいきます。えー、ここでもフレームワークとして PyTorch を使いますね。そして最後のセクション5では、えー、生成モデルの応用について学びます。 VA、e、やガンの派生技術及び応用についてここでは解説していきます。えー、ここの内容ですけど、実はまだ決めてないんですね。えー、皆さんのリクエストになる,べく、えー、なるべく答える形でやる内容を決めたいと思います。何かリクエストがありましたら、ぜひ教えてください。なるべく面白い内容をここでは扱いたいと思っています。えー、そうですね。えー 本コースの、本コースの、すいません、あの、えー、講座の概要は以上になりますね。えー、このような流れで、えー、生成モデルについて学んでいきたいと思います。はい。それではここからは、えー、生成モデルの概要について解説します。 まずは生成モデルとは何かについて説明しますね。その上で生成モデルのベースとなるディープラーニングについて解説します。生成モデルとは何かを説明した上で、そのベースとなっているディープラーニングとは何かについて説明するという流れになります。 それではまず、生成モデルとは何かということなんですけど、これを一言で言うと、訓練データを学習し、それらのデータと似たような、それらのデータと似たような新しいデータを生成するモデルですね。この場合のモデルですけど、いわゆる機械学習のモデルで、今回扱うのはニューラルネットワークベースのモデルになります。ニューラルネットワークをうまく うまく構築したり、あるいは複数のニューラルネットワークを組み合わせることで、生成モデルを作っていくということになります。はいえー、それではここで、えー、識別モデルと生成モデルの違いについて説明します。まずは識別モデルですね。えー、これは所属確率を求めることで、入力をグループ分けするモデルですね。 畳み込みニューラルネットワークによる画像認識などでよく使われるモデルになります。例えば入力画像が猫である可能性が高いのか、犬である可能性が高いのか、それを確率で表すようなそういったモデルになります。なので、これは分類に使われるということになりますね。そして、 ニューラルネットワークなどの機械学習モデルを使って行うことができるのは、このような識別モデルだけではなくて、生成モデルという、すみません、データを生成することもできるんですね。データの生成を行うのが生成モデルになります。生成モデルでは、確率分布を推定するんですね。 先ほどは確率、所属確率を求めましたけど、こちらでは確率分布を推定します。これによりデータそのものを作ることができます。ちょっと確率分布を推定するという表現が難しいですね。このあたりは、後のセクションで確率モデルについて解説するときに改めて解説したいと思います。 それではここで VAE とガンについて大まかに解説したいと思います。この2つが生成モデルの代表的な,表的な技術なんですね。まずは VAE です。これはバリエーショナルオートエンコーダーの略なんですね。VAE ではデータの特徴を潜在変数と呼ばれる少数の変数に圧縮します。 えー、そして圧縮された潜在変数ですけど、えー、これを展開することでデータを生成するんですね。えー、圧縮して展開するという流れになります。そして、ガ、え、ン、ー、ですね。えー、Generative Adversarial Networks の略なんですけど、えー、これは偽物を生成するジェネレーターと偽物を見抜くディスクリミネーター。この2つで構成さ,、えー、構成されるんですね。 そして、この2つのネットワークが競い合うようにして学習が行われます。この VA とガンについては、後ほど詳しく解説しますね。ここではとりあえず概要のみの説明となります。はい。ここまでと生成モデルについて非常に大まかにですけど、解説していきました。 ここからはその生成モデルとなるディープラーニングについて説明していきますね。まずディープラーニングですけどその、その周辺にある概念を整理してみましょう。まず一番広い概念に人工知能があります。そしてこの人工知能の中に機械学習があるんですね。人工知能の中の1分野が機械学習となります。 そしてこの機械学習の中に、いくつか、いくつかグループ、この機械学習はいくつかのグループに分けることができまして、それが教師あり学習と教師なし学習、そして教科学習なんですね。そしてこの教師あり学習の中にディープラーニングがあることになります。はい。それでは、 ここで、このディープラーニングのベースにあるニューラルネットワークについて解説しますね。ニューラルネットワークは、このようにニューロンを相乗に並べたものになります。実は正確に言うと、相乗に並んでいないニューラルネットワークもあるんですけど、今回の一連の講座では、ニューラルネットワークはこのように相乗に並べたものを指すことにします。 そして、このニューラルネットワークに数値を入力して、情報を伝播させて、結果を出力することができます。そして、この出力ですけど、確率などの予測値として解釈可能なんですね。えー、従いまして、このネットワークにより予測を行うことが可能になります。これは先ほどの識別モデルを意味していますね。そして、 ニュ,ーロンニューロンや層の数を増やすことで高い表現力を発揮できるようになります。より複雑なパターンを認識できるようになるんですね。それではここで一個一個のニューロンに注目していきましょう。こちらにニューロンの図を示します。一個一個のニューロンにはお、えー 入力があるんですけど、複数の入力があるんですが、それぞれに重みを掛け合わせた値をすべて足し合わせてバイアスを加えます。すみません、ちょっと誤字がありました。えー、っと、すみません。 ニューロンには複数の入力があるんですけどそれぞれに重みをかけた値を全て足し合わせてさらにバイアスを加えるんですねそしてこちらの重みですがこの入力それぞれの入力の伝達効率を表しますそしてこのバイアスはニューロンの感度を表すんですね バイアスの値が大きければ、このニューロンは興奮しにくくなって、小さければ興奮しやすくなります。そして、この値を活性化関数に入れて出力とします。こちらの活性化関数ですけど、えー、入ってきた値を信号に変換する関数なんですね。えー、例えば、あと0か1の間に変換するとか、そういった変換が行われます。 この活性化関数については次回のセクション2で改めて解説しますね。はい。それではバックプロパゲーションについて概要を説明します。ニューラルネットワークですけど、全体の出力と正解の間に誤差を定義します。そしてその間の誤差を元に、 この誤差が小さくなるように、ネットワークを遡って重みとバイアスを調整するんですね。それにより、ネットワークは学習することができます。このように誤差を定義して、それを逆電波させていくことで、逆伝播させることで、重みとバイアスの調整が可能になります。 このように一層ずつ遡るようにして誤差を伝播させて重みとバイアスを更新するんですけど、このアルゴリズムはバックプロパゲーションと呼ばれています。日本語で言うと誤差逆伝播法ですね。このようにして、ニューラルネットワークは学習することができます。えー、とすいません。今回の一連の講座では、このバックプロパゲーションのアルゴリズムについて詳しい解説は行いません。 他の,講座で他の講座や書籍などでアルゴリズムについて詳しく解説していますので、興味のある方はそれらをぜひ参考にしてみてください。はい、そして、ディープラーニングとは何かということなんですけど、先ほどのニューラルネットワークの層の数が増えたものをディープラーニングと呼ぶんですね、多数の層からなるニューラルネットワークの学習のことになります。 日本語で言うと、深層学習ですね。えー、そして、えー、このディープランニングですけど、人の知能に部分的に迫ったり、あるいは凌駕したりする、えー、高い性能をしばしば発揮します。失礼。例えば、あと、医療用の AI にディープランニングが使われたりしていますけど、えー、ベテランの医師よりも高い精度で、えー、病巣を発見したりとか、 あるいは、囲碁のチャンピオンがディープラーニングを使用した AI に敗北したりもしましたよね。そのように、時として人を凌駕するような高い性能を発揮することもあります。このようなディープラーニングが生成モデルのベースになっているわけなんですね。 これ以降、ディープラーニングそのものについては詳しい解説は行いません。えー、以上をベースにして、えー、生成モデルについて、えー、解説していきたいと思います。はい。それでは、ここからは、えー、VAE の概要について解説していきます。えー、ここでは、このような内容について解説しますね。まず、えー、VAE の VAE のベースに、えー、ベース、えー、すいません。VAE のベースとなる概念にオートエンコーダーというものがあるんですね。えー、これについて説明します。その上で VAE とは何かを説明しますね。そして VAE で行われる、えー、潜在変数のせ、えー、潜在変数のサンプリングについて解説します。あとは入力と潜在変数の関係ですね。そして、 デコーダーによる画像生成の例をここで見ていきます。その上で VAE VA の利点を解説し、VAE の派生技術を説明しますね。最後に参考文献を紹介します。といった流れで解説を行っていきます。はい。まずはオートエンコーダーですね。オートエンコーダーとは何かと言いますと、えー こちらの右側に図で示します。オートエンコーダーは自己符号書きとも呼ばれる、自己符号化きとも呼ばれるんですけど、これはこのようなニューラルネットワークなんですね。エンコーダーで中間層に入力を圧縮して、デコーダーで復元することになります。これは画像の例ですね。画像を中間層に圧縮して復元するということになります。 出力が入力を再現するようにネットワークは学習するんですけど、中間層のサイズは入力よりも小さいですよね。なのでデータが圧縮されることになるわけです。この場合も学習は先ほど解説したバックプロパゲーションを使って行われますね。このようなオートエンコーダーがある、えー、このようなオート、すいません、このようなオートエンコーダーが VAE のベースとなっています。 いわば、入力を圧縮し、復元する教師なし学習ですね。入力が、入力と出力が等しいので、教師データがいらないことになります。なので、教師なし学習に分類することも可能、まあ、可能かと思いますね。はい。それでは VAE について解説します。VAE は、バリエーショナルオートエンコーダーの略ですね。 変分自己符号化器。日本語で言うと変分自己符号化器になります。これは入力から平均ベクトル μ と分散ベクトルシグマを求めて潜在変数 z を確率的にサンプリングするんですね入力と。入力と出力があるのは先ほどのオートエンコーダーと同じですね。ただ、この中間層が違います。入力から 平均と分散を求めて、それから潜在変数を求めるんですね。潜在変数を確率的にサンプリングします。そしてこの Z からデコーダーを使って元のデータが再現されます。 そして VAE の大きな特徴ですけど、この Z、潜在変数 Z を調整することで、連続的に変化するデータを表現できるということなんですね。これについては後ど、後ほど、図を使って、後ほど画像を使って見ていきましょう。平均と分散。 分散というのは広がり具合ですけど、平均値と広がり具合をミュラルネットワークで求めて、それを使って確率的なサンプリングを行うというのが VA の特徴になります。それでは、この潜在変数のサンプリングについて説明しますね。 まず先ほど解説した通り、エンコーダーの出力は平均値 μ と標準偏差シグマになるんですね。そして、この μ とシグマと z は通常ベクトルになります。そして、この μ とシグマから潜在変数 z を多変量正規分布によりサンプリングします。 要は正規分布を使って確率的に、確率を使ったサンプリングを行うんですね。それを式で表すと、こちらのようになりますね z を標準偏差を。z を標準偏差を使ってサンプリングするという意味になります。平均値ミューと分散シグマを使ってサンプリングするということですね。このように潜在変数を 確率的に取ってくるということになりますこの場合、疑問としておそらく上ってくるのが、ではこの場合、バックプロパゲーションによる学習はどうすればいいのかということなんですけど、そのために使うテクニックに、リパラメタライゼーショントリックというのがありまして、それについては後ほど VAE のセクションで解説しますね。 はいえー、このような確率的なサンプリングを行う層を間に挟むのが、えー、VAE の大きな特徴になる,、えー、なるわけですね。そして、えー、デコーダーは、えー、Z から入力を再構築することになります。えーえー、もうちょっと正確に言うと、えー、入力を正しく再構築できるように、えー デコーダーは学習していくということになるわけですね。まあ、エンコーダーもデコーダーも学習していくことになります。はい。それではここで入力と潜在変数の関係について解説します。この場合、えー、潜在変数が2つしかない場合ですね。横軸が潜在変数1で、縦軸が潜在変数2になります。えー、実際の場合はもっと あの潜在変数はたくさんあるんですけど、今回は2つとして説明していきますね。ある入力に対して、ある入力 X に対してサンプリングを行った結果がこちらで、ある入力 X2 に対してサンプリングを行った結果がこちらの赤い点ですね。 このように入力が同じであっても、確率的なサンプリングを行いますので、潜在変数が同じとは限らないんですね。ある領域に分布することになります。正規分布に従ってマッピングされるんですね。潜在変数はこのように入力,で入力から1位,に決まるので1位に決まるのではなくて、正規分布に従ってマッピングされることになります。 それでは、ここでデコーダーによる画像生成の例を見ていきましょう。先ほど潜在変数から画像を復元するという説明をしましたけど、それがこちらになります。この場合も潜在変数が2つしかない場合ですね。 先ほど潜在変数のマッピングについて説明しましたけど、では、あと潜在変数が変わると、復元できる、復元される画像はどのように変わっていくのか、それがこちらになります。これは入力画像が手書き文字の画像であって、それを復元するように学習した結果ですね。0とか1とか7とか9とか3とかの数字が見えますね。あと6も見えますね。 潜在変数の値を変えてやると、このように0から9、9から1、1から7、9から4、6というように、手書き、手書き数字が連続的に変化している様子を確認することができます。潜在変数を調整することで、出来上がる画像もこのように連続的に調整することができるんですね。これも VAE の大きな特徴になります。 それではここで VAE の利点について説明します。えー、とまずあの最初の利点ですけど、同じ入力からでも異なる出力を得ることができるという点ですね。これによりノイズに対して眼鏡になります。そして本質的な特徴を抽出する能力が向上するんですね。 潜在変数が1位で決まるのではなくて、いくらかの広がりを持ってますので、広がりを持っていたとしても、入力を復元できるように学習をしていくことになりますので、ノイズに対して非常に頑強になります。そして、これと似ているんですけど、未知の入力に対する挙動が、未知の入力に対する挙動が担保できるという利点もあります。 ノイズに対して眼鏡になるということは、まあ、より汎用性があがるということなんですね。なので、未知の入力に対しても、えー、ある程度対応できるようになります。そして、えー、潜在変数が連続的な分布をとっているというのも、えー、v a e の利点につながります。潜在変数を調整することで、出力の特徴を調整できるようになるんですね。 先ほど連続的に変化する手書き数字を見ていただきましたよね。あのように、潜前変数を調整することで、出来上がる画像の特徴を調整できるというのが VAE の大きな利点かと思います。このような利点により、VAE はこのような応用が可能になります。まずはノイズの除去ですね。本質的な特徴のみ抽出できますので、ノイズを除去することが、ノイズ除去への応用も可能です。 あとは異常検知における異常箇所の特定ですね。本質ではない異常箇所、本質的な特徴ではない異常な箇所を抽出するためにも、この VAE は利用されたりしています。他にもあの様々な応用が、VA、まあ、他にも様々な VAE の応用が行われて、また模索されているんですね。興味ある方はぜひ VAE の応用について調べてみてくださいね。 はい。それではここで VAE の派生技術を一つ紹介したいと思います。これはベクターク r ンタイズ t VAE という、えー、技術ですね。こちら側に二つ画像を示しますが、これはベクターク r ンタイズ t VAE によって生成された画像ですね。左側が元祖のベクターク r ンタイズ VAE ですね。そして右側がその発展形である、えー vector quantized 2ですねこのように非常に高い精度の画像、本物と見まがうような非常にリアルな画像を VAE により生成することができるわけです。右側の画像は、これは結構高解像結構高解像度の画像なんですけど、本物の人間と全く見分けがつかないですよね。このような 非常に精度の高い画像を生成する技術も VAE をベースにして開発されていることになりますちなみにこのベクタークオンタイズの意味ですけどこれはクオンタイズというのは理算的な飛び飛びの値を取るという意味ですね、えー、潜在変数を連続的な値ではなくて、まあ、飛び飛びの値にすることでより高い精度より高い何、えー、でしょうねより構成よりなんでしょうね より高解像度の画像を生成することができるようになったというそういう技術になりますこの技術については後ほど解説する機会が後ほど解説する機会を設けたいと思いますはい最後に VAE の参考文献ですね VAE のオリジナルの論文と VAE のチュートリアル的論文を紹介したいと思います YouTube で見ている方は動画の概要欄にこれらのリンクありますので、ぜひ覗いてみてくださいね。今回はこれらについて詳しい解説は行いませんが、これらの中、これらの論文の中のいくつかの要素は後のセクションで解説したいと思います。はい。興味ある方はぜひこれらの論文を覗いてみてくださいね。 それでは VAE の概要についてはこれぐらいにしておきます。次に行きましょうあ。すいません。あの、質問の方がチャットの方に上がってるんですけど、それらについては、あの、後ほど雑談タイムという時間を取りますので、そこで、えー、お答えしたいと思います。はい。それでは、ガンの概要について解説します。 えー、ここの、ここの内容はこちらの通りですね。まずは、ガンとは何かについて解説します。その上で、えー、ガンの構成を説明しますね。えー、そして、えー、ガンによる画像生成の例を紹介したいと思います。えー、そして、えー、ガンと畳み込みニューラルネットワークを組み合わせた DC ガンについても説明します。 DC 癌による画像生成の例もここで見ていきます。癌はディスクリミネーターとジェネレーター、2つのニューラルネットワークで構成されるんですけど、ディスクリミネーターの学習とジェネレーターの学習ジェネレータータの学習についてもそれぞれ説明します。あとは癌の用途ですね。これも説明します。最後に癌の派生技術と参考文献を紹介しますね。 といった内容になります。はい。それではまず、ガンとは何かを説明したいと思います。ガンは、えー、Generative Adversarial Networks の略なんですね。えー、日本語では、敵対的生成ネットワークと呼ばれます。あ、すいません、これ。巣が抜けてましたね。2つのネットワークがありますので、巣ですね。 GAN は Generative Adversarial Networks 敵対的生成ネットワークになります。ガンでは2つのモデルを、えー、ガンでは2つのモデルを互いに競わせるようにして訓練します。えー、画像を生成することができますので、生成を行う生成モデルの一種ですね。なお、あの、ガンですけど、えーまあ、画像だけではなくて、例えばあと、 自然言語であるとか、音声データなどにも使われてるんですね。ただ、あの今回の講座では、えー、画像に対して適用者へのみ扱っていきます。まあ、画像のみ扱っていきますね。はいえー、で、がんは、がんの構成要素の一つはディスクリミネーターですね。これは識別器になります。 これは本物のデータと、えー、ジェネレーターが生成した偽物のデータを、えー、正しく識別できるように学習します。要は、そうですね、例えるなら、何、えー、でしょう、鑑定者かもしれないですね。えー、美術品の鑑定者、えー、に例えることができるかと思います。えー、ジェネレーターが作った贋作、えー、偽物を、えー それが本物なのか偽物なのか、えー、鑑定するのがディスクリミネーターになります。そしてもう一つの構成要素は、ジェネレーターですね。えー、こちらは生成器になります。えー、ジェネレーターは、えー、ジェネレーターは、ランダムなノイズを入力とするんですね。えー、そして、えー、ディスクリミネーターが本物と誤認するデータを生成できるように学習することになります。 要はこちらは、えー、美術品の贋作者ですね。偽物を作って、えー、ディスクリミネーターをうまく騙せるように学習していくことになります。この、えーえー、そうですね。鑑定者と贋作者が競い合うように学習することで次第に本物と見分けがつかないような、えー、データが生成されていくことになります。 はい。それでは、ガンの構成について解説します。まずは、ジェネレーターについて見ていきましょう。ジェネレーターは、ランダムなノイズを入力とするんですね。えー、本当にこれは、ただのノイズになります。そして、これをもとに、偽データを 生成しますそしてディスクリミネーターですけど、えー、正解ラベル0が与えられた偽,偽データと正解ラベル1が与えられた本物のデータを識別できるように学習していくことになります。そしてジェネレーターは偽データの識別結果、これは0か1なんですけど、 本物、すなわち1になるように学習していきます。要は、うまくディスクリミネーターを騙せるように学習していくことになるんですね。このようにして、ジェネレーターとディスクリミネーターが、お互いに切磋琢磨しながら学習していくのががんになります。はい。それでは、がんによる画像生成の例を見ていきましょう。 えー、左側から右側に向かって次第に手書き文字の画像が生成されていく様子が確認できますね。それぞれエポック数は0、800、9400になります。このエポックというのは、えー、1回全ての訓練データを使い切ると1エポックと数えますね。なので、エポック0というのは全く学習を行っていない状態ですね。えーまあ、当然、えー 出力結果はノイズになります。まだ学習を行っていないから、いないですからね。そして800エ、800エポック経過した後はえ、少しずつ数字らしいものが現れてきましたね。ただ、まだ精度は荒いかと思います。そして、9400エポック経過した後は、はっきりと読める手書き、 数字が現れましたね。まだちょっと一部ノイズがありましたけど、はっきりと読めるものが現れました。このように本物と次第に見分けがつかないような画像が訓練とともに生成されていくことになります。それではここで DC ガンについて解説します。DC ガンはディープコンボリューショナルガンの略なんですね。 コンボリューショナルというのはこれ、畳み込みになります、えー。畳み込みニューラルネットワークはよくあのコンボリューショナルニューラルネットワーク、CNN と略されますけど、その CNN の C がこのコン,コンボリューショナルですね。そして、この DC ガンではディスクリミネーターとジェネレーターそれぞれのネットワークで畳み込み層を使用するんですね。 ディスクリミネーターでは畳み込み層を使うんですけど、ジェネレーターで使うのは正確に言えば畳み込みの逆になります。これは DC ガンで使われるジェネレーターの例ですね。100個、100個データが入ったベクトルがありまして、そこから画像を復元していきます。 通常、畳み込みニューラルネットワークは、この画像からベクトルに落とし込むってことを行うんですけど、その逆ですね。ベクトルから画像を生成する畳み込みニューラルネットワークの逆になります。えジェネレーターはこのようなネットワークで構成されることになるわけですね。これを使えば、入力画像を、まあ、入力画像を 本物の入力画像と見分けがつかないような画像をジェネレーターが生成できるようになることになります。先ほどのがんよりもコンボリューショナルの要素が入ることで自然な画像の生成が可能になるんですね。 それではここで DC ガンによる画像生成の例を見ていきましょう。これは DC 癌の、DC 癌の元論文ですね。元論文に掲載されている画像になります。DC 癌により生成された画像ですね。部屋の画像を生成し、部屋の画像を生成したわけなんですけど、どれも本物と見分けがつかないような綺麗な画像ですね。 まあ一部、あの、家具が曲がっているようなところも見られるんですけど、おおよそ本物と見分けがつかないような綺麗、えー、な画像が生成されていることがわかります。それではここで、えー、すいません。それでは、それではここからディスクリミネーターとジェネレーター、それぞれの、それぞれの学習について説明していきます。まずはディスクリミネーターの学習ですね。 えっと、ディスクリミネーターをこちらの四角で示します。ここに本物のデータを入力する例を考えていきましょう。ディスクリミネーターは出力層のニューロン数が1位で出力の範囲は0から1ですね。0から1の範囲で識別結果を返すことになります。そして、本物のデータを入力する際ですけど、正解を1とします。正解ラベルを1とします。 そして、識別結果と正解の間に誤差を定義することができます。そして、ジェネレーターが生成した偽物のデータを入力する際は、正解を0とするんですね。この0と識別結果の間で誤差を定義して、その誤差を使って逆電波を行うことになります。 いずれのケースでも、純電波の後に、純電波の後に誤差を計算して、その誤差を使って逆電波を行い、最後にパラメータを更新することになります。本物のデータを使うケースと、ジェネレーターが生成した偽物のデータを使うケースの違いは、正解ですね。それぞれ正解が1、正解が0となります。 このようにして、本物と偽物を正しく識別できるようにディスクリミネーターは学習していくことになります。次はジェネレーターの学習ですね。ジェネレーターはランダムなノイズを入力とします。そして画像などのデータを出力とします。 ジェネレーターを学習する際、ジェネレーターの学習を行う際は、ジェネレーターとディスクリミネーターをつなぎます。つなげて順電波を行います。そして、ディスクリミネーターの出力と、ディスクリミネーターの出力、識別結果と正解の間で誤差を求めます。この場合、本,本物と誤認させるように学習を行いたいので、正解は1とします。 正解値と識別結果の間で誤差を定義して逆電波を行います。逆電波を行って、ジェネレーターのみパラメータを更新します。ジェネレーターを学習する際はディスクリミネーターのパラメータは更新しません。ジェネレーターの、ジェネレーターの学習の際は、ジェネレーターのみパラメータを更新することになります。 このようにすることでディスクリミネーター、ジェネレーターそれぞれの学習を行うことができるんですねまさにディスクリミネーターの方は偽物と本物を識別できるように学習してジェネレーターの方はディスクリミネーターに本物と誤認させるように学習を行うことになりますはいそれではここでがんの用途について解説します えまず最初の例ですけど、えー、高解像度の画像生成、えー、高解像像度の画像生成ですね。えー、ガンで高解像度の画像を生成することができれば、例えばあの学習用データの水増しなどを行うことができますね。えー、畳み込みニューラルネットワークなどを使って、 で物体の認識を行う際、画像の中にある物体の認識を行う際は、データの数が大事になりますので、そのデータの数を水増しするために、ガンが使われることがあります。あとは、ガンを使って著作権フリーの画像の生成が行われることもありますね。実際にそのようなサービスは存在して、著作権を気にすることなく、自由に画像を使うことができます。 他にもさ、えー、まざ、あ、まな目的で高解像度の画像が生成されているようです。あとは画像のアレンジですね。画家の画風を模倣したりとか、あるいはあの線が単に線しかないモノクロの画像に着色をしたりとか、そのような応用もあります。あとは画像の演算なども行うことができますね。 こちらの右側に例を示します。これは DC ガンによる顔画像の演算の例ですね。顔画像を使って足し算や引き算を行っています。こちらにあるのはスマイリングウーマン。笑っている女性ですね。そこからニュートラルウーマンを引いています。そしてニュートラルマンを足してありますね。特に表情のない男の顔を足してあります。 すると出来上がったのはスマーリングマンになりました。どういうことかと言いますと、えー笑,っえー、笑っている女性から、女性を、笑っている女性から、普通の顔の女性の顔を引いてやることで、笑顔の要素のみが抽出されたんですね。えー、それに、えー、普通の顔の男性の顔を足してやることで、えー、笑った男性になりました。ということなんですね。えー、このような、 画像の演算なども、がんでは DC ガ,ンを、まあ、DC ガンを使えば可能になります。あとは画像の一部入れ替えなども可能になりますね。他にも、文章から画像を生成したりとか、自動でデ,動でデザインを行ったりとか、さまざまな応用例がこれまでに報告されてますね。 本当に、あの、ガンというのは、応用の幅が広い技術ですので、まあ、これからも様々な用途にガンは使われていくことかと思います。今回、あの、紹介したのは画像の例だけですけど、他にも、あの、文章とか、あるいは、そうですね、音声データとか、様々なデータに対して、ガンは使われつつあります。はい。それでは、ここで、ガンの派生技術を2つほど紹介しますね。 ピックス2ピ i クスとサイクルガンを紹介します。左側の画像はピ i クス2ピ i クスによる画像の翻訳の例ですね。翻訳とはどういうことかといいますと,、えー、と、ある画像を同じ特徴を持った別の特徴に変換することになります。えー、左側の上の例を見ていきましょう。えー、これは、えー、ラベルズ2ストリートシーンですね。左側は各領域にラベルが付けられています。 各ラベルが色で塗り分けられていますね。車のラベルとか道路のラベルとかありますけど、これに対して、これをこの右側のように元の画像に復元することができます。車の、車や道路が正しく描画されていることが確認できますね。あとは、 航空写真を地図に変換する例ですね。航空写真を、左側が航空写真で右側が地図ですけど、写真が地図に翻訳されていることが確認できます。このように画像同士の翻訳という面白い例もあるわけです。あと右側の例は、これはサイクルガンを使った例ですね。 馬からシマウマへの変換になります。まさに画像の一部の入れ替えですね。このサイクルガンという技術を使えば画像の技術、画像の中、画像の一部のパターンを塗り替えたりとか、そういうことも可能になるわけです。これらの技術について、詳しくは後のがんのセクションで改めて解説したいと思います。 えー、このように、がん、えーまま、自体非常にあのお,湯の幅お湯の幅の広い技術ではあるんですけど、えー、そさらにそこから派生してさまざまな技術が生まれているわけなんですね。えー、これからもがんをベースにした、えー、面,白い技術面白い技術がどんどんと生まれてくることかと思います。それでは、えー、ここで。 えー、一つ、えー、ウェブサービスを紹介したいと思います。えー、これは先ほどのような派生技術の一つ、えー、スタイルガン2というものを使った、えー、ウェブサービスですね。えー、URL が、えー、this person does not exist となってるんですけど、この人間は存在しないということなんですね。まあ、どういうことかと言いますと、えー、架空の人間の顔を自動で作ってくれるサービスなんですね。ちょっと見ていきましょう。 こちらになります。更新しますね。更新するたびに人間の顔を作ってくれます。これらの顔は本物の人間の顔ではありません。スタイルガ g n 2によって自動生成された顔なんですね。さまざまな 国の人、さまざま、男性も女性も画像が生成されますね。ちょっとこの顔を見て、アラを探そうとしてるんですけど、も、アラが見当たらないですね。 本物ととと見分けることは困難かと思いますたまにちょっと怪しい画像が生成されたりもするんですけど何回か皆様の方でも使ってみてくださいね更新するたびに、えー、架空の人の顔架空の人の顔画像が生成されます マイクの形が歪んでいたりしますよね。そういう細かいところで多少あらわ、目立つこともあるんですが、えー、人の顔自体は、まあ、極めてリアルに、えー、描画されます。えー、といったサービス、ガ、え、ン、ー、を使ったサービスというのは既にもういくつもありますので、えー、興味ある方はぜひ、えー、探してみてくださいね。 それでは、癌、えー、の概要については以上になります。次に行きましょう。あすいません。最後に忘れてました。癌、えー、の最高文献ですね。えー、ここで、癌、えー、のオリジナル論文と、えー、DC 癌の、えー、元の論文を、えー、紹介したいと思います。 YouTube で見ている方は、動画の概要欄にこれらの URL が掲載されてますので、興味ある方はぜひ覗いてみてくださいね。癌について詳しく知りたい方は、こちらを見るのが一番かなと思います。これらの論文の中のいくつかの要素は、後のセクションの、後の癌のセクションで改めて解説しますね。はい。それでは、癌の概要は以上になります。 次に行きましょう。Google コラボラトリーの使い方について、ここから解説していきたいと思います。Google コラボラトリーとは何かと言いますと、これは Google が提供するブラウザで Python を実行できる環境なんですね。Google アカウントさえ持っていれば、誰でも無料で使うことが可能です。 環境構築はとても簡単ですね。ノートブックを、ノートブックを新しく作れば、すでに Python を使う環境は整っています。あと、あの、共有が簡単であるという利点もあります。他のユーザーと URL をシェアすることで、簡単に共有することができるんですね。そして、 Google コラボラトリーのノートブックですけど、コードセルと呼ばれるセルとテキストセルと呼ばれるセルがあります。コードセルは、これは Python のコードを記述して実行するためのセルですね。そしてテキストセルは文章や数式を記述できるセルになります。それぞれについて後ほど再び見ていきましょう。 そして、えー、Google コラボラトリーですけど、えー、様々な機能を持っています、えーお試しえー。お試し的な簡単なコードを書くためのスクラッチコードセールや、えー、あらかじめ用意されたコードを簡単に導入できる、えー、コードスニペット、あるいは、えー、まるで Google コラボラトリーを Web アプリのように扱うこともできるフォームとか、えー、様々な機能を持っています。これらについてもこの後見ていきましょう。 はい。それでは Google コラボラトリーを立ち上げてみますね。Google コラボラトリーを使うためには Google ドライブへのアクセスが必要になります。Google アカウントを持っていれば普通に Google ドライブへのアクセスはできるかなと思います。そして Google ドライブの方に適当なフォルダを作ってその中で Google コラボラトリーのノートブックを作ってみましょう。 えー、新規、その他の Google コラボラトリーですね。えー、これで Google コラボラトリーのノートブックを作ることができます。はいえー、Google コラボラトリーが立ち上がりましたね、えー。ノートブックが開いている状態になります。 はい。それでは Google コラボラトリーの使い方を説明していきますね。まずはタイトルを変えてやりましょう。アンタイトルドゼロになってますね。ここを。my.my、はい、first notebook にしました。それではセルを見ていきましょう。 ノートブックを立ち上げた時点ですでに一つのセルがありますね。これはコードセルになります。適当なコードを書いていきますね。プリント。ハローワールドと書いてやります。この左側の三角ボタンをクリックすると実行することができます。もしくは、 えー、コントロールプラスエンターか、あるいは、えー、シフトプラスエンターですね、えー。どれでもいいです。実行すると結果が表示されます、えー。最初だけ実行に時間がかかるかと思います。結果が出ましたね。ハローワールドと表示されました。えー、Python のコードが正しく実行されていますね。 もうちょっとだけ複雑な計算やってみましょう。a イコール123、12 3, b イコール321と書いて、プリント a プラス、プラス b と書きます。あ、すいません。これ、えー、テキストセルでしたね。一旦消して、コードセルを足して、コードセルを追加してやります。 A イコール123で B イコール321プリント A プラス B と書いて実行すると444となりました足し算が実行されましたねこのようにコードセルを使うことで Python のコードを書いて実行することができます次はテキストセルですねテキストをクリックしてテキストセルを追加することができます ここには文章を書くことができますね。生成モデルを学んでいきましょうと書きましたけど、この左側の見出しボタンをクリックすると、その行を見出しにすることができます。ここにさまざまなボタンがありますので、これらを使って文字を装飾することができますね。 クリックするたびに、このシャープの数が変わっていきます。そして、見出しの大きさも変わっていきますね。あとは B のボタンと、あとは B のボタンで、太字にすることもできます。射体にすることもできますね。いわゆるマークダウン、いわゆるマークダウン形式で文章を装飾することができます。 あとはリンクを挿入したりとか画像を挿入したりとかも可能です。えー、条書きも可能ですね。興味ある方はいろんな機能を使ってみて遊んでみてくださいね。あとは数式ですね。このように、えー、ドルマーク二重にして囲みます。この中に数式を書いてみましょう。 えと数式を書くことができましたね。えっ、ー、とあ。マイナスか。これはいわゆるシグモイド関数と呼ばれる関数なんですけど。あ、カッコがあった方がいいですね。ここですね。 これでシグモイド関数になりました。このように、いわゆるラテックという形式で数式を書くこともできます。ラテックについて興味ある方はぜひ調べてみてくださいね。ネット上のサイトでラテックの書き方は載っています。ラテックですね。 そして、数式を書くことができました。あとは、さまざまな機能を使っていきましょうか。まずは、スクラッチコードセルを使ってみますね。ここ、挿入のスクラッチコードセルを選択すると、右側にスク,ラッチコードスクラッチセルが現れます。ここに適当なコードを書いていきましょう。 イコ,イコール14で、イコール8プリント実行すると、結果が表示されました。A÷B なんですけど、このスラッシュが2つになってますので、これは結果が整数となる割り算ですね。 14の中に8は1個だけありますので、結果は1になります。もし、この演算子の使い方を忘れてしまった場合は、このようにスクラッチセルの中で試してみて、結果を確認することができます。このスクラッチセルですけど、ここを、バツボタンを押して消してしまうと、内容はすべて消えます。再び、スクラッチコードセルを選択すると、空のセルが現れましたね。 このようにスクラッチセルはコードを試すために使うものなので、残すコードを使う点、残すコードを使うところでは、あとに残したいコードを使う、すいません。あとに残したいコードを書くところではないんですね。その点だけご注意ください。あとはコードスニペットですね。コードスニペットを選択すると、左側に様々な 名前が出てきますね。一つ選択してみましょう。カメラキャプチャーというのがありますね。これを選択すると、コードのセルが2つほど追加されました。これは何かと言いますと、えー、PC ののカメラをそれぞれぞ PC のカメラを起動するコードなんですね。 そしてその画像をキャプチャーするコードになります。結構 Google コラボラトリーでいろんなことができるんですね。えー JavaScript, えー、JavaScript, す JavaScript とか使うことでさまざまな Web の機能を使うこともできたりします。えー、今回あの、今ライブ中ですのでカメラの起動は行いませんけど、えー、皆さんの方で興味あったら試してみてくださいね。あとはフォームですね。 先ほどのこちら a、a イコル123のところで、挿入のフォーム項目の追加を行ってみます。インプット、変数タイプをナンバーにします。そして変数名をナム、UM、1にしましょうか。保存をクリックします。 すると、num1 イコール0という行が追加されました。そしてその後に sharp, atmark, param と書いてありますね。タイプ、number と書いてありますけど、このような書き方をすると、フォームを作ることができるんですね。このように num1 の値は、好きな値を右側のフォームで入れることができます。ここの値を変えると、コードの方の値も変わります。そして、 で左側のコードのところですが、隠蔽することもできるんですね。表示のコードを表示、表示を選択すると、コードのところが消えました。そして、フォームから入力することができて、好きな値を入れることができるんですね。また、実行ボタンは残ったままですので、ここをクリックして実行することもできます。つまり、コードを全く見なくても、 うんこのノートブックを使うことができるようになるんですね。要は Web アプリみたいな使い方をすることが可能になるわけです。フォームを使えばエンジニアでない方でも、この Google ノートブックを使ってもらうことが簡単になるかなと、簡単に使ってもらいやすくなるかなと思います。はい。といったところですね。 他にも Google コラボラトリーには様々な機能がありまして、開発を助けてくれるんですね。興味のある方はぜひ調べてみて、試してみてください。それでは Google コラボラトリーの使い方に関しては、これぐらいにしておきます。はい。それでは、今回のセクション1は以上になります。今回は生成モデルの概要について解説しました。 えー、生成モデルの、生成モデルとは何か、ディープラーニングとは何かについて説明した後に、えー、VAE の概要を解説して、えー、ガンの概要を解説しました。えー、そして最後に、Google コラボラトリーの扱い方について説明しました。えー、ここまでいかがでしたでしょうか、えー、?VAE とガン、面白そうと思えていただけましたでしょうか 次回からは実際にコードを書きながら、えー、VAE とガ n の実装に少しずつ、えーえー、VAE とガ n の実装に少しずつ近づいていきたいと思います、えー、次回のセクション2ですけど実装の準備ということで、えー、VAE とガ n の実装に必要なさまざまな要素を学んでいきますね、えー、フレームワーク PyTorch の使い方であったりとか必要な数学あるいは、えー パイトウォッチの関数などについて、ここで学んでいきます。あとは、あの、えー、活性化関数であるとか、えー、誤差であるとか、えー、そうですね、ディープラーニングを実装するために必要な要素も、えー、ここで、えー、準備として学んでいきたいと思います。はい。それでは、今日の講義はここまでですね。皆さん、えー、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。えー、大変お疲れ様です。 一旦ここで、えー、締めたいと思いますね。えー、それでは皆さん、えー、また来週お会いしましょう。お疲れ様でした。はい。それではここから、えー、雑談タイムに入りますね、えー。ご意見のある方、ご感想のある方、ご質問のある方はぜひチャットの方にお願いします。えー、また、えー、単に私と雑談したいという方でも構いませんので、 えー、お気軽にチャットの方にメッセージをください。あと、繰り返しになりますけど、えー、本講座にはハッシュタグがあります。ライブ人工知能ですね。えー、ぜひ SN、SNS などでの拡散の方、えー、ご協力いただけると嬉しく思います。あと、本チャンネルの、えー、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。あと、私は、あの、Twitter のアカウントがあります。ユッキーアーズですね。えー、よろしかったら、こちらの方もぜひフォローしてください。 それでは皆さんのメッセージ見ていきますね。えっと、鬼一族者さんから。潜在変数は人間が設計するのでしょうかあ、これは人間がせあの設計するところではないですね、えー。これはニューラルネットワークがあの学習することで自動的に、えーえー、範囲あの潜在変数の範囲が決まっていくことになります。範囲というのは、 ある入力に対して、えー、その平均値と分散ですね、それが決まっていくようになりますので、まあ、それにより、えー、潜在変数の範囲が、えー、ある入力に対する潜在変数の範囲が決まっていくことになります。なので、潜在変数をどのような値にするのか、それは、えー、学習時は人間が決めるものではないですね。ただ、後から、えー、潜在変数を人間の手で調整してもいいんですけどね、人の手で調整することで、えー 出てくる画像の特徴を調整することも可能です、はい、細田智之さんからえ入力された画像を復元する <coughs> 失礼ちょっと水飲みますえ入力された画像を復元する理由は何でしょうか VAE の場合は、まあ、というか、入力画像を復元するのは VAE ですね。VAE の場合は、えー、入力された画像を、えー、画像の特徴を調整,、えー、調整するためですね。入力された画像の、あるいはあの画像の特徴を抽出するためと言ってもいいかもしれないですね。入力した画像の特徴をなるべく少ない変数に圧縮して、それをいつでも復元可能な状態に置いておくということになります。 そうしておくことで、えーそ,のせまあ、その潜在変数を少し調整してやることで、えー、出来上がる画像の特徴も変わっていくということになりますね。とーネさんから、警察とかが曖昧な犯人写真から鮮明な犯人写真を生成するのとかに使ってそう。確かに使えそうですね。特に防犯画像とかに映っている画像、えー、ちょっとぼやけた画像が多いので、そこから より鮮明な犯人の画像を生成するのに、ひょっとしたらすでに使われているかもしれません。と本当に使ってるかどうかは、まだちょっと私の知識では知らないですけどね。ワンネさんから学習が難しそう。学習の仕方でどうにでも変換させられてしまいそう。これは VAE とガンどちらですかね。えっ、ー、と、22時だから。 ガ二21時56分だから、ガンですかね。まあ確かにガンは学習難しいんですね。えっ、ー、と、VAE の学習、すみませんあの、ディスクリミネーターの学習と、えー、ジェネレーターの学習がうまくバランスを取らないと学習が破産してしまうんですね。なので、そのあたり、ちょっとバランスをうまく取れるように、えー、パラメータを調整する必要があったりもします。 まあそのあたりは実際にコードを組みながら皆さんに実感していただきたいと思いますね。後のセクション4でガンを扱いますので、その際に、えーまあが、そうですね、ジェネレーターとディスクリミネーターの学習がうまくバランスが取れるように、えーえー、学習するということを皆さんにやっていただきたいと思っています。いわゆるナッシュ平衡ですね。ナッシュ平衡が達成されるように学習を行えば、 うまく画像が生成されるようになります。えー、ムニムニ豊さん、説明分かりやすかったですあ。ありがとうございます。そう言われ、えー、そう言っていただけると嬉しいですね。えっ、ー、と、KKST さんから、VAE とガンはどのように使い分けるのでしょうかそうですね。 えー、VAE は、まあ、どちらかといえば出来上がる画像の特徴を調整したいときとかですね、例えば、えー、VAE をうまく使えば、メガネをかけている、メガネいう表情って言った方が分かりやすいかもしれないですね、えー、出来上がった画像の表情を、えー、潜在変数を調整することで変えたりとかすることも可能になります。そして、ガ、え、ン、ー、の場合は、本物らしい画像、例えばあと、 えー、ビンセット版ゴッホの画像を作るにしても、本物らしい画像を作ることができるということ。どういうことかといいますと、えー、ゴッホの新作を作ることができるということなんですね。要は、えー、ランダムなノイズから識別機が騙されないような本物らしい画像を作ることができるということになります。えー、まさに画家の新作を作るといった表現がいいんじゃないかと思っています。 えっと、ユタ豊さんから、えっ、ー、と、質問なのですが、VA やガンにも科学習がありますかはい、あります、まあ。VA もガンもディープラニングをベースにしていますので、まあ、それが機械学習である限りは、機械があの科学習の問題は伴いますね。ただ、そうですね。あの、なので、えー 訓練に使うデー,タデータの質であるとか、パラメータの調整は大事になります。<laughs> えっと、えー、マロ、えー、とえー、マロー 21st さんからですね。 ガンで生成したモデルでデプロイするときはどちらを使用するのでしょうか鑑識、えー、用はガン作者。デプロイするときはどちらも、えー、あ,あ、そうかうーん。この場合、ジェネレーターしかいらないですね。デプロイするときは。画像が生成できればいいので。そうですね。ただあのディス、場合によってはディスクリミネーターをデプロイしてもいいかもしれないですね。 画像識別機能もサービスとして使いたいのであれば、まあ、それが本物かどうか識別する機能もサービスとして使いたいのであれば、ディスクリミネーターを入れても、デプロイしてもいいかもしれないですね。えーまあ、ただあの、ガンを使う、サービスで使うときは、ジェネレーターを使うことが多いんじゃないかと思います。えー、さっきの,あの画像、 顔画像を生成するサービスがありましたよね。顔画像を生成するウェブサービスがありましたけど、あれはおそらくあのジェネレーターしか使ってないんじゃないかなと思います、まあ。ジェネレーターしかデプロイしていないんじゃないかと思います。えっと、加藤加納勝弘さんから、PyTorch はアナコンダではなく、管理者実行で Windows 内にインストールした えー、Python38 フォルダ内にインストールして ID と Jupyter の組み合わせでできないでしょうか、まあ、できると思いますよ。ただ、あの、私の方でそちらのサポートはしませんので、えー、ご自身でやっていただくことになり,なります。えっ、ー、と、原田さんから、やはり PyTorch ですかはい、PyTorch でやります。PyTorch の方が今人気急上昇中ですので、まあ、といっても Keras の人気も根強いんですけどね。 どちらからするかちょっと悩んだんですけど、まあ、僕は勢いがある方が好きなので、本当にあの好みの問題なんですけど、えー、パイ投資の方を選びました。もし、の次のコースはどうしてもあのケラスでお願いしますって人いましたら、その旨お伝えくださいね。なるべく皆さんのご意向は組みたいと思います。あとあ、セクション5でこういう題材を扱ってほしいというのがありましたら、えー、ぜひ教えてください。 セクション5の内容まだ決めていませんので、皆さんのご要望になるべく沿った形でやりたいと思います。あと、KKST さんから、えー、ガンでは入力画像と全く同じものではなく、同じような本物に近い、少し違うものを生成するという、えー、理解でよろしいでしょうか。はい、その通りですね。えー、その画家の子、なので、例えばあの画家の画風を真似たりとか、そういうことは得意かなと思いますね。 えー、要はその識別器が騙せればいいわけですから、全く本物と同じもので,、えー、である必要はなくて、えー、その識別器を騙せるような特徴を持ったデータであればいいわけです。ですそのようなデータを生成するように、えー、ジェネレーターは学習していくことになります。えー、ただ、あの学習データが少ないと、 入力と全く同じものを生成するように学習してしまうかもしれないですね。なので、なるべくたくさんの入力データを使って学習するのが望ましいかなと思います。といったところですかね。えー、今日はもうだいぶ 遅い時間になりましたね、えー。もう10時半になります。皆さんも明日の仕事があるでしょうし、えー、このあたりで終わりにしておきましょうか。えっ、ー、と、今日は長い時間お付き合いいただきありがとうございました。なかなか私の話し方も途中で詰まったりしてスムーズに話せないところも多いんですけど、話し方の方も、えー、どんどんトレーニングしてうまくなりたいと思っています。 KKST さんからえむし、むしろ本物と同じならわざわざ学習しなくても良いですね。まあ、おっしゃる通りですね。物とも全く同じものでしたら作る価値ないですので、要は本質的な特徴を持った、えー、共通の画像を作るというのが価値が、まさにそれがガンの価値になるかなと思います。はい。それでは、えー、そろそろ終わりにしますね。今日は100名以上の方が参加してくれましたね。 えー、たくさんの方に参加いただいて嬉しく思います、えー。次回もなるべく皆さんに面白いと思っていただけるような、えー、意味ある内容にしていきたいと思っています。はい。それでは皆さん、今日は、えー、お疲れ様です。また来週お会いしましょう。今日はありがとうございました。